はい、一次試験のね、話をしていこうかなと思います。一次試験2月の25日、26日、27日、曜日は関係ありません。土日でもやります。2月の25日、26日、7が一次試験となります。はい、順番的にはですね、ソプラノが一番最初で、次にアルトで、最後に男性という形になります。で、これはまだね、ちょっとよくわか、まあよくわからないんでね、まだわからないんですが、受験前日になるまでは、受験前日で一次試験、前日の24日ですね、になるまで、受験者がどれだけいるかっていうのはわかりませんので、なんとも言えないんですけども、ソプラノの、一次試験にいる人数の半分が一次試験で歌うと思ってください。つまり120人いたら60人は、一次試験で歌いますよということ。いいですか？はい、120人のうち60人は1日目だ。で、残りの半分は2日目という形になります。雨がすごいね。はい。1番から、ね、10番は非常に早い時間ですけども、50番から60番というのは、非常に、ね、時間帯が遅いです。3時台に集合とかね、いうことがありますので。はい。人によってね、バラバラですけどね。受験票が来た時に、どうなるか分かりませんけどね、そんぐらいの時間になる可能性があるよということだけお話をしておきます。で、半分の人数より、あれですね、後ろの方は2日目になります。つまり、あれですね、120人のうち60人が1日目、残りの60人が2日目ということは、61番の人は次の日の1番ということです。で、2日目はその残りのソプラノの人たちとアルト。で、3日目が男性という形で試験が進んでいきます。はい。で、試験どんな感じで進んでいくかというと、集合しますね。一番早い人の集合時間で9時20分です。9時20分です。いいですか？ 9 時20分。で、芸大開くの、門が開くのは8時50分になります。いいですか？気合い入れて8時半とか来ちゃダメですよ。いいですか？バカ寒いのに8時半から待っちょるわけにはいきませんよね。めちゃくちゃ寒いんで、8時55分ぐらいに、来るのが一番ベストかなと思います。で、そこからですね、5号館109という部屋まで行きます。で、そこ、試験を受ける人全員がそこの控え室5号館109に入って点呼を待つという形になります。で、声楽科は課題曲をね、の記号指定がありますので、でそれを選択します。で、選択しまし自分で選択しまして、で点呼で呼ばれます。で、廊下に並びます。で、その時に絶対必要なのが、受験曲目提出用紙。テロップ、写真入れておきますけどね、受験曲目提出用紙というものが、絶対に必要です。何度も言います。絶対に必要です。のコピーですね。本当の紙っていうのは何て言うんだろう。芸大に送る紙はもう、スタッフが持ってますので、コピーを絶対に1枚持ってってください。なぜかというと、っていうのはその後お話をします。はい。課題曲を自分で確認する用のための紙です。いいですか？自分何選んだっけっていうのを再度確認するためのものになります。で、これとこれですねって決めてから、声出し室に行くという形になりますので。はい。じゃあなんでね、先ほど話を先延ばしにしたかと言いますと、僕ね、初めて受験をした時に、その受験曲目提出用紙のね、コピーをするのをすっかり忘れておりまして、外国曲を覚えてたんですけどね、日本歌曲の浜千鳥と浜辺の歌がまさかのひっくり返っててね、わーってなっちゃったんですよね。うん。だけども、実際浜辺の歌を歌ったのかな、浜辺の歌を歌って、ちゃんと歌うことができたのでよかったんですけども、そういうことがありますので、絶対に受験曲目提出用紙持ってってください。コピーをね、持ってってください。で、声出し室に行きます。2階ですね。声出し室に行きまして、20分間の練習があります。はい。で、20分間の練習を終えて、また廊下に並んで、
試験室に全員で移動、全員で移動します。で、先頭の方はですね、そのまま試験室の前で多分待つという形になります。残りの方たちは多分、試験室の隣かな、にある、まあ、暖かいところでね、過ごすという形になります。で、まあ、歌って出て帰るというような形になります。それがね、一次試験の、まあ、流れという形になります。まあ今、絶対的に必要なのは、受験曲目提出用紙のコピーを忘れないということですね。それだけ。で、非常に5号館109、非常に暖かくなって、暑いぐらい暖かくなっていることで、水を持っていくこと、のど飴を持っていくことっていうことをお勧めします。すっげえ外よりですね、あったかいんですよ、そう。暖房効きまくってて。ほんとすごいので、汗かいちゃうぐらいあったかいのでね。のど飴と水持っていくことをお勧めします。非常に喉カラカラになると思いますのでね。これが一次試験の、お話となりますので、まあ、何か質問ありましたら、ツイッター、インスタの DM、チャンネル、じゃねえや、コメント欄にね、質問を寄せいただければと思います。以上、一次試験の話でした。バイバイ。